吉田さん、こんばんは。吉田さんが、ね、言われてたように、私がね、セルフバックをやってる時に1億円稼げるかどうかっていう確証があったかなかったか分かんないっていうことを言われてたんですけども、もう一回言いますけども、確証ありましたからね。例えて言えばこういうことなんですよ。家の前に、家の庭にですね、1億円埋まってるよっていうのがはっきり分かってるわけですよ。一生懸命掘りませんか、それ掘ると思うんですよ。私はそういう感覚でした。自己アフィリエイトを知った時に、あ、これだ、こういうことなんだと思ってですね、一生懸命庭を掘ったんですよ。それに3年かかるなと思ってたくらいなんですよね。まあ多くの方にはそういう多分想像力っていうのはないと思いますし、未来を自分の意思で確定させて、それを逆算して今日につなげていくってこともできないと思いますし、もっと言ったらですよ、一番簡単な方法として、そういうことをやってる人が目の前にいるのにできないっていうね、そういう人が、まあ、本の向こうのどっかにとか映画の向こうにとか噂で聞いたよってレベルだったら実感がないかもしれませんけども、私はですね、もう多くの方の身の回りの目の前の身の回りの人の目の前でそういう姿をずっと見せてきた、この6年7年だったわけですよ。でもですよ、なかなかそういうふうな、いわゆるね、情報発信とかアフィリエイトとか転売とか投資ってものに、突っ込んでいくってことは、できないんですよ。これもね、もう一回例えて言われるなんですけども、陸上の選手が目の前でバーッと走るわけですよ。 100m11 秒ぐらいでね、こうやったら 100m11 秒で走ってインターハイ出れるよって言っても走らないっていうことなんですよ。だからそこまでしてインターハイ出たくないよと、そこまでして別に 100m11 秒で走りたくないよ、そしてそこまでして稼ぎたくないよということなんですよね。だから自分の苦手分野をやっていって、もしくは自分の不慣れなことをやって将来的に豊かになるっていう方法がもし分かったとしても、その豊かさを放棄してやっぱり今のね、安念として変化の少ない瞬間を望み続けるってことなんですよね。だからこれがいわゆる町内会にもつながってきてですね、今町内会もしくはね、日本全国で70代の方、80代の方、ガラケーを使ったりとかインターネットに縁遠い方、この方たちが30年前インターネットが始まって、みんなで Windows だとかね、それからパソコンだとか、インターネットだ、情報通信だ、これから IT 革命だと言ってた30年前は40代50代だったわけじゃないですか。私と同じ年代ですよ。で、私も40代で初めてインターネットをしっかりとやることになりました。で、多くの方が40代では少なくともやってると思いますし、20代とか30代、人によっては10代でやってるんですよ。でも10年インターネット使っても20年インターネット使っても最初に使い始めた時とあまり変わってないんですよね。で、私は最初に、パソコンというものを通じて、インターネットをね、ビジネスで使うとか情報発信に使うっていう風にスタートした1日目と今日と全く違うと思うんですよね。それはね、過去の動画を見てもよくわかりますし、考え方を振り返ってみるのもそうだなと思いますし、この7年間、まあおおよそ6年とか7年ですけども、この間に情報業界とかIT 業界でもう進歩発展してきたテクノロジーっていうのは無数にあるわけですよね。それこそ身近な例で言ったら SNS 等の台頭とかもありますし、動画とか通信回線が高速化されたとかで、それに全てね、私は変化して自分を乗せてきたっていうところはありますけども、いまだにですね、1日に100通とか200通程度のメールの処理もできないぐらいの低い情報処理のレベルだったりとかね、結局できてないんですよね。私から見ると全然できてないと。毎日やってるはずなのにできてないと。歩きスマホするぐらい忙しいのに何も進歩してないっていうところがそこにあるのかなと思うんですよ。はい、今日の動画のまとめなんですけども、やっぱり意識してですね、こうなるはずだからそこから逆算する、そして先ほどの例を出しました、庭に1億円埋まってるんだったら本気で掘るでしょうって話なんですよ。で、それが自分の想像力を発揮してね、埋まってるというふうに思えるのか、それともまあいいやと、ないかもしんないしみたいな、頑張って何も得られなかったら損だし、じゃあ最初から頑張らなくていいやみたいになってしまうのか、大きな勝負の分かれ目なんではないかなと思うんですよ。私はですね、やり尽くした結果何にもなくてもいいと思ってやるんですよね。やり尽くした結果、あれ勘違いだったかな、でもいいと思ってやるんですよ。このようにですね、必ずしも望んだ結果が手に入るかどうか分からないってところにも挑戦できる、いわゆる報いのない方向にも無に向かって努力できるかっていうね、それはまあ努力っていう言葉ではもう違うんですけども、無に向かっても動けるのかなとかね、空虚な未来に向かっても全力投球できるのかなってところに繋がってくるのかなと思うんですよ。結局そういうふうなね、
利得を求めずに行動できる人が利得を得るんではないかなと思うんですよ。自分にメリットがないんだったらやらないっていう人は、メリットがあるものには永遠に出会えないとかね、そんな風に思ってしまうんですけどね。皆さんいかがお感じでしょうか。以上です。